小田切県名小田切県名から1893年4月9日は、明治時代の自由民権運動家、山梨県の名簿家。甲府城跡にある小田切県名の聖徳機会の国西山梨郡、飯沼村に生まれる。聖火は青沼村の村役人を務め、県名も、明治5年には五町を務めている。1876年には、 若尾一平らと金融会社のホトール社を設立する。山梨県では、県令、藤村城への反発から、自由民権運動が起こるが、県名も、藤村を批判し、三風新聞を創刊する。1884年6月には、流線社を設立し、甲府市桜町に、海須温泉を開始する。その功績が生前から検証され、海須大権現としても祀られた。 1880年2月26日、海中新報社社主の国会設立請願代表の一人として佐野、薬袋らと共に上京し、国会規制同盟の結成に加わる。同年6月には、明治天皇の東産道巡行を契機とする武田信玄の霊社建設運動が起こり、県名は小沢浩二、加賀平八郎らと共に総代を務めた。 翌明治14年には県会議員となり自由党員となる。1891年には渡辺晋、根塚一郎、佐竹作太郎らの名簿家とともに鉄道規制同盟会を結成し中央線の敷設運動などを行っている。1890年には第1回衆議院議員総選挙に第1区から立候補するが落選する。 1892年の第2回衆議院議員総選挙にも、第1区から立候補するが、再び落選している。この時、対立候補との選挙運動における経済的な格差を封じし,した、朝尾人力、金丸馬車で、小田切りやわらじで苦労するという俗用が歌われた。1893年4月9日病没。去年48、母書は、 甲府市朝日五丁目の日練習寺院の清志雲寺。病没の少し前に、急の治療を受けた女性が、千葉さな子である。千葉さな子は、北進一刀流、千葉おけ道場の娘で、土佐藩氏、坂本龍馬の婚約者である、身寄りのないさな子を、小田切夫妻は哀れみ、地元、甲州に招いた。そのため、千葉さな子の墓は、小田切と同じ清志寺にある。 1936年には、甲府城石谷アグルワートに、聖徳飛が混流された。甲州では、その後も、言葉遊びとして、小田切健明一斉懸命という決まり文句が長く、伝わった。第1回選挙における、第1区の立候補者は、懸命のほか八冠9万、三枝七内、栗原信近で、八冠が当選。第2回選挙における、 1> 第1区の立候補者は、県名のほか浅尾町警、金丸平はじめ、さえぐさななで、浅尾が当選。ありがとうございます。